西武鉄道埼玉西武ライオンズ埼玉西武ライオンズは日本のプロ野球球団パシフィックリーグに所属している埼玉県をフランチャイズとし道県所沢市にあるメットライフドームを本拠地道埼玉市大宮区にある埼玉県栄大宮公園野球場を準本拠地としているまた2軍の本拠地はドームと同じ敷地内にある西武第二球場であるパリーグ加入以前 編集西日本鉄道は1943年にそれまでの太陽軍を譲り受け、西鉄軍として経営していたが、同年限りで解散している。戦後すぐの1946年6月には、西鉄はノンプロチームを立ち上げ、1948年には都市対抗野球で優勝するなど、アマ球界では強豪チームとなっていた。 西鉄初代社長の村上匠二は戦後の福岡に明るい話題を提供したいとの思いから1949年初めに戦前の西鉄軍を復活させ再びプロ野球チームを持とうとするが西鉄軍が解散で球団消滅扱いになっていたこともあって1949年3月に日本野球連盟から復帰申請を却下されているところが 1949年暮れに、プロ野球再編問題が発生した。1リーグ体制だった連盟が、セントラルリーグとパシフィックリーグの2リーグに分裂。これを契機に、村上は、後の西鉄3代目社長で、球団オーナーも務める木村重吉らと共に、プロ野球への進出を図り、福岡県福岡市で、西鉄クリパースを結成。11月26日に発足。 パリーグへ加盟、西鉄クリパース時代、編集1950年1月下旬に運営会社、西鉄野球株式会社を設立登記した。当初は西日本新聞社と共同で球団を設立しようとしたが、これには頓んざ。西日本新聞は西鉄と同じ福岡県を本拠地として西日本パイレーツを立ち上げ、福岡県に プロ野球チームが2球団できることになった。選手は、ノンプロとしての西日本鉄道チームから、初代監督となる、宮崎要をはじめ大津守る、深見康弘、河野秋信、塚本悦郎ら、八幡製鉄の鬼頭正和ら、星の組の新富国両ら九州地方のノンプロ選手に加え、佐賀県出身で、読売ジャイアンツの川崎徳次。 福岡県出身で前年度南海ホークスで20勝を挙げた、竹末師匠、同じく福岡出身の野口正明、九州出身のプロ級界の有力選手を集めた。川崎の遺跡に関しては、巨人との契約が残っていたこともあり、当初巨人が遺跡を認めず難航したが、最終的に遺跡させている。シーズンはチームがアマチュア出身の選手が中心だったことや、 エースと期待された川崎が初登板の毎日、オリオンズ戦で3回に肘を故障するなどが技いし、7球団中5位に終わる。同じ福岡を本拠地とする西日本と比べると、西日本がドレバコの巨人戦などを抱えていたこともあって、人気、観客動員数の面で西鉄が下回っていたが、西日本も初年度のチーム成績は8球団中6位と、西鉄同様に低迷。また、 西日本新聞が、プロ野球の経営には素人で、福岡市での主催試合を、自前で興行できずに、収益を興行市に持ち逃げされることもあり、経営が安定せず、シーズン中の8月には選手への給料が支配するなど、経営悪化が進んでいた。6月にすでに、西日本の経営悪化の事実を掴んだ西鉄は、西日本新聞がいずれ球団経営を手放すで、あろうと見て、 パイレーツの九州合併を持ちかけ、九月に正式に合併上院している。川崎徳寺の提案で、次期監督には、巨人の総監督で、水原茂の復帰に伴う排斥問題が起きていた、三原治を迎え入れようとするが、元からの西鉄選手の反発もあり、三原は当初は総監督に据えられ、宮崎要が選手権人のまま監督を1952年まで続けた。 西鉄、三原監督時代、編集1951年1月30日、西日本パイレーツを九州合併して西鉄ライオンズとなる。西日本からは、後の黄金時代の主力となる、関口清治、日比野武氏が加入。当初は、旧クリッパーズ出身選手の反発が強く、首位の難解と18.5ゲーム差の2位に終わる。1五十二年シーズン途中に、 契約が難航していた東急フライヤーズの大スター、大下博士を深見康弘、小形俊明とのトレードで獲得。このシーズンは、首位の難解と8.5ゲーム差の3位。1953年 B クラスの4位に終わるも、中西太志がホームラン王、打点王、最多安打、トリプルスリーも達成している。川崎徳次が最多勝ち、最優秀防御率を獲得。 ミハラは1954年時には1951年、ライオンズ発足時にいた34選手のうち、3、4にあたる26名を、解雇や他球団に移籍させ、大幅に入れ替えている。パシフィックリーグ初優勝の様子1954年、西鉄が開幕から11連勝で首位に立つが、 途中8月22日から10月5日にかけて26勝1敗とした南海に追い上げられ一時首位に立たれるなど南海と激しい首位争いとなったが西鉄が残り1試合となった10月11日の半球戦に勝利したことで西鉄の初のパリーグ優勝が決定する最終的に西鉄は90勝南海は91勝だったが引き分け数の差で西鉄が勝率で上回った このシーズンは2番打者、豊田康光の18本に続き、クリーンアップ全員が20本塁打を記録するなど、しかし、日本シリーズでは中日ドラゴンズに3勝4敗で、敗れる。1955年前年とは逆に開幕から、南海が10連勝するが、序盤から西鉄との首位争いとなり25度にわたって、首位が入れ替わる状況であった。6月4日の対近鉄戦で、 大津守が球団初のノーヒットノーランを達成。8月24日以降は南海が首位を明け渡さず、南海は日本プロ野球記録の99勝で、前年に続き90勝だった西鉄に9ゲームをつけて優勝。西鉄は2位に終わる。1956年4月15日から6月の1、時期を除いて南海が一貫して首位を守り、 最大7.5ゲーム差9月上旬の時点でも、南海が2位の西鉄に7ゲーム差をつけていた。同月下旬の南海との首位攻防4連戦で、西鉄が3勝1分とし、9月30日には西鉄が一時首位に立ち、その後も南海と首位が入れ替わる状況だったが、10月6日の対半急戦に西鉄が勝利したことで2年ぶりにリーグ優勝達成。 南海と西鉄は共に96勝だったが、引き分け数の差で、西鉄が勝率を上回った。読売ジャイアンツとの日本、1957年この年も、南海との主位争いとなるが、7月下旬から8月にかけて西鉄は、対南海戦7連勝を含む14連勝を記録し、この年の南海との対戦成績も15勝7敗と、勝ち越したこともあり、 南海に7ゲーム差をつけて10月13日に東映フライヤーズダブルヘッダーに連勝したことで2年連続3度目のリーグ優勝を達成2年連続の対戦となった巨人との日本シリーズは負けなしの4勝1引き分けで巨人に勝利し2年連続2度目の日本一達成1958年南海が新人の杉浦忠が 前半戦だけで20勝3敗と活躍を見せて3年連続で、開幕から首位を独走。一方に私鉄は4月は12勝5敗と、高スタートを見せたものの5月は9勝10敗1一分け、6月は12勝10敗と、もたつく、7月22日からの大阪球場での南海との、直接対決3連戦に全敗し、最大11.5ゲーム差をつけられた。しかし後半に入ると、 杉浦は調子を落とし、稲尾和久が、後半戦のチーム36勝のうち31勝に、絡む鉄腕ぶりを見せる。9月27、28日には6輪差で南海との、首位攻防に連戦となり、27日は先発の杉浦と途中からリリーフの稲尾との投げ合いで10回を引き分けとし、28日には、連投の先発の杉浦を打ち崩して、 初回で降板させるなど7対2で勝利し、西鉄が首位となり、10月2日の対、近鉄ダブルヘッダーに連勝したことで、3年連続で序盤から首位を走った南海を逆転しての優勝達成となった。3年連続の対戦となった巨人との日本シリーズでは3連敗の後、稲尾の高頭で4連勝を飾る。稲尾をはじめとして、この当時の主力には、大下博士。 中西、豊田、大木明、高倉照之らの高選手を要し、信ぶ軍団と呼ばれた。1959年、中西、大下、関口らの故障もあり、当主人も稲尾以外は、島原ゆきゅが12勝しただけで2桁勝利投手が、なく、4位に終わる。三原は、監督を辞任し、太陽ホエールズの監督に就任。西鉄の次期監督には、川崎が就任。 西鉄、川崎監督時代、編集1960年この年も中西が故障で32試合の出場にとどまり、稲尾ので遅れもあり序盤は最下位になるなど低迷。前半戦は5割そこそこの成績で折り返すが、後半にかけ復調した稲尾が20勝を挙げるなど3位となるが、首位の大前オリオンズや2位の難解に大きく、負け越しての結果となった。 1961年稲尾が序盤から勝利を重ね7月11日には日本プロ野球史上最速の20勝到達となったがこの時点で他の投手全員の勝利数が19勝で稲尾が半分以上を占めていた稲尾はこの年シーズンの半分以上の78試合404イニングを投げ日本プロ野球大記録となる42勝を挙げまた353奪三振のシーズン 日本プロ野球記録を樹立するが、チームは2年連続3位に終わり、川崎が監督を辞任。シーズン終了後、選手兼任監督の中西、選手兼任助監督の豊田、選手兼任投資コーチの稲尾による青年内閣が誕生する。西鉄、中西監督時代、編集1962年前年に続き、前半戦再開から後半戦は、 稲尾和久の副長など投手陣が踏ん張り、3年連続の3位となる。共に故障を抱えながら欠場した中西太氏と出場した豊田康光との間が噛み合わず、オフには豊田は国鉄スワローズへ金銭トレードにより移籍。1963年序盤から独走状態だった南海に6月には最大14.5ゲーム差をつけられ、 オールスター戦直前でも10.5ゲーム差であったが、西鉄が8月に6連勝、9月に7連勝と追い上げて、9月末には3.5ゲーム差として、9月末から1分を挟んで9連勝で一時、南海に並ぶ。10月17日に南海が全日程を終了した、時点では1ゲーム差で南海が、主位。西鉄は、残り4試合を3勝1分以上で優勝。 三勝一敗で西鉄と南海が同率でプレーオフを行い二勝以下だと南海の優勝となる状況で10月19、20日に共に対近鉄戦ダブルヘッダーが平和台で行われ19日の第一戦を17対5、第二戦は3対2でそれぞれ勝利続く20日の第一戦は5対4のサヨナラゲームで3連勝すると勝てば優勝となる第4戦では 和光忠夫と、安倍・和ズの系統で2対0で勝利し、5年ぶり5度目のリーグ優勝となり、福岡時代最後のリーグ優勝となった、14.5ゲーム差の逆転優勝は2013年、現在日本プロ野球史上最大。日本シリーズでは稲尾が故障を抱えていたこともあり、巨人に3勝4敗で敗れる、1964年序盤首位に立つことはあったが、 これまで8年連続20勝の稲尾和久が故障で0勝2敗に終わり、井上義雄がノーヒットノーランを含む17勝、田中勤が15勝を挙げるものの5年ぶりの B クラスとなる5位に終わる。1965年8年ぶりに開幕戦に敗れ、序盤から負け越し、前半戦終了時には首位と26.5ゲーム差となったものの前年未勝利の稲尾和久が13勝。 新人の池永正明が20勝を挙げ、3位となる。1966年5月12日の南海戦で、球団史上初の完全試合を達成した、田中つとむが23勝、11勝ながら、最優秀防御率を獲得した稲尾和久など安定した投手陣に比べ、打撃陣は振るわなかった。優勝した百六十三年同様、首位南海が、 全日程終了時点で、西鉄が4試合を残し、西鉄が4連勝すれば、同率で何回とのプレーオフだったが、初戦の東映フライヤーズ戦に敗れて2位に終わる。1967年開幕戦から2連続、完封勝利を含む5連勝で4月を首位としたものの、5月以降は、連敗が続き8月末には一時5位に転落。打撃陣は低調だったが、 この年最多勝ちとなった池永正明ら投手陣の活躍で2位となる。これが西鉄最後の A クラス入りとなった。1968年開幕から4連敗。6月には9連敗で、前半戦終了時点で首位の阪急と12ゲーム差の最下位となる。池永正明が2年連続23勝。4年ぶりの5位となる。1969年5月に9連敗で、 中西太志が一時監督休養。9月には4位まで上がるものの、最終的には5位でシーズン終了。10月、長安正幸が八尾町行為を行ったとして永久追放処分となり、これが、いわゆる黒い霧事件の発端となった。稲尾和久が現役引退し、監督に就任。西鉄稲尾監督時代、編集1970年開幕直前、 前年追放された長安正幸が池永正明ら西鉄の6選手が八尾町行為を行っていたと暴露した。チームは序盤から5勝10敗と低迷、そのうち4勝は課中の池永正明が挙げた。5月25日にコミッショナー委員会により池永、与田、増田らに永久追放処分が下り、これにより西鉄は戦力を大きく低下させる。では 東尾む三輪の悟打者では、東田正義、竹の内正白若手を起用。東尾は、防御率5点台ながら11勝を挙げるが、チームは43勝78敗9分、勝率。355、首位のロッテオリオンズと34ゲーム差の球団初の最下位となる。1971年巨人から遺跡の高橋、明が14勝を挙げるが、 それ以外は、前年2桁勝利の東尾と、川原明が共に16敗で、リーグ最低敗になるなど、一つ二つ勝っては連敗するという状況が続き、8月21日には、高橋義政に完全試合、9月9日には、鈴木刑事にノーヒットノーランを立て続きに記録される。全球団に対し10勝以上を挙げることができず15敗以上を、喫する負け越し。 勝率も前年を下回る。311で首位の阪急とは43.5ゲーム差の2年、連続再開に終わる。1972年東尾が300イニングを投げ18勝、加藤初が17勝を上げ新人王を獲得するが2年連続、全球団負け越し。首位の阪急とも32ゲーム差で3年連続、再開。観客動員数も激減するなど経営が悪化。 ついに西鉄は、球団経営を手放すことになった。太平洋時代、編集1972年11月に、ロッテオリオンズの中村長吉オーナーが球団を、買い取り、福岡野球株式会社に、称号変更。ペプシコ日本法人に買収させる案があったが、東映フライヤーズの見売り話が出てきたため、パリーグの現状を危ぶむペプシ側により、破談となった。また、 東映の買収を検討していた音響機器メーカーのパイオニアに買い取らせることも選択肢に挙げられたが、こちらも実現しなかった。このため、これらの売却を提案した中村が自ら買収した資金面強化のため込み山映像が創業したゴルフ場開発会社の太平洋クラブと提携し、一種の命名権契約で球団名が太平洋クラブライオンズとなる。 1973年この年からパリーグは全後期制度となる。開幕戦で新外国人のドンビューフォードのサヨナラ本塁打で勝利すると4月を10勝3敗で首位としたものの、その後は順位を下げ前期は4位。後期も序盤は好調だったが5位に終わり通年に4位。この年から翌年にかけて、ロッテ監督、金田翔一との遺婚対決が話題となった。オフには、 メジャーリーグ382本塁打のフランクハワードを獲得する1974年期待された。フランクハワードは開幕戦に出場しただけで、2月、5月にはアメリカに帰国している。東を加藤初良が、投手陣が不調の上、打線も安定感がなく、前期3位、後期4位、通年では4位に終わる。シーズン終了後、稲尾は監督を解任される。 後任には、太陽から江藤慎一をトレードで獲得し、選手兼任監督とした。近鉄から土井正宏、日本ハムから1975年54人中17人が新戦力となり、新監督江藤による打撃重視の豪快な打ち勝つ野球を目指す方針で、土井正宏、白に高白の打線は、山賊打線と呼ばれた球団の脅威となり、前期は2位としたものの、 後期は打線に疲れが出て4位。通年では8年ぶりとなる A クラス入りで3位となり、同位は本塁打王。白が首位打者東を治が最多勝ちを獲得した。オフ、メジャーリーグで名称として知られるレオドローチャーを監督に招平。江藤は選手権打撃コーチという実質的な広角発表に江藤が反発、退団してロッテに移籍。 1976年新監督に就任したレオドローチャーが来日直前に急病で倒れ、春季キャンプは監督不在のまま実施。しかし、オープン戦までには来日できる。再び健康状態が悪化したというドローチャー側の2点3点の応答2号をにやし契約を解除。ヘッドコーチの鬼頭正和が緊急昇格し、監督に就任。 戦力不足や前年からのごたごたの影響も、ありこの年は全後期とも6位の再位に終わる。吉岡悟が、プロ入り9年目で、初の首位打者、10月12日に命名権を持つ、冠スポンサーが、桜井義明率いる、高裁道グループ参加のクラウンガスライターとなり、球団名が改まることが決定した、クラウン時代、編集1977年シーズンから、 クラウンガスライターと提携し、球団名をクラウンライターライオンズ。しかし、太平洋クラブから若干の資金援助が続いていたため、引き続きユニフォームの右袖には太平洋クラブのロゴマークが付けられる。投手陣は太陽から遺跡の山下律夫がチームトップの12勝を挙げるものの、エース東を前年十一勝の小川正明が揃って不調。打撃陣は 本類打129本はリーグ2位だったが、ボブンセンの269がチーム規定打席到達者で最高打率だったなど打線が低迷。前期6位、後期は8月中旬まで2位をキープするなど検討したものの最終的には5位に転落。通年では2年連続6位の最下位に終わる。11月のドラフト会議では法政大学の江川卓を指名するものの入団を 拒否される。鬼頭監督が辞任し、後任には根本睦男が監督に就任した。1978年、真弓明信、立花吉家など若手が台頭しレギュラー定着。中日から遺跡のウィリー・デイビスも打率。293と活躍したものの、23勝した東尾治む以外の投手陣の駒不足が露呈。前期は4位。後期は、 開幕から10試合で0勝7敗3分けで、その後は一時5割まで到達するものの、優勝争いに加わることなく5位。通年では2年連続の再開は、免れ5位。オフ、球団は、西武鉄道グループの国土計画に買集されることになる。根本監督時代。 編集パリーグ優勝ペナント1983年から1985年から1986年から1987年パリーグ優勝ペナント1997年から1998年から2002年1978年レギュラーシーズン終了後の10月12日高裁道クラウンがライオンズ球団の売却埼玉県所沢市への移転を発表 国土計画の筒美義明社長がクラウンライターライオンズを買い取り、西武ライオンズとなる、筒美の売借人、福田武雄が名誉会長就任。10月17日、球団事務所を東京都豊島区東池袋のサンシャイン60内に開設。10月25日、運営会社の称号を福岡野球株式会社から現在の株式会社西武ライオンズに変更。 12月5日、ペットマークシンボルカラーの発表。12月18日当時建設中であった、新本拠地球場の名前が、西武ライオンズ球場に決定。筒見は新球団の目玉に、ロッテから野村克也と山崎広之、阪神から田淵光一を獲得。クラウン時代の77年ドラフトで指名し、交渉権を得た江川償入団にも、執念を燃やしたが失敗。 これにより読売グループとの関係が悪化した。1979年西武ライオンズとして最初のシーズンは春季キャンプでの調整失敗もあり、前期は開幕からに引き分けを挟み12連敗を喫するなど、最下位、後期も5位で、通算成績も最下位であった。しかし、斬新な球場や頑張れライオンズ等のミニ番組を放送して、 PR に努めた結果観客動員数は前年の77万人から136万人と75%も増えパリーグトップに躍り出た。なお西武はこの年以降一度も最下位になっていない。1980年前期最下位、スティーブ・オンティベロスが加入し、打線が強化された後期は9月に首位に立つが終盤6連敗し、後期優勝を逃し結局4位となった。 通算でも4位。1981年前期は終盤まで優勝を、争いもロッテに敗れ二に,に終わる。だが後期は失速して恋位に沈み、通算では4位。このシーズン限りで、根本睦夫が監督を退任した。広岡監督時代、編集1982年この年より監督に就任した広岡達郎の下、チームの改革を実施した。その効果はすぐに現れ、 前期優勝を果たす。後期は序盤つまずくと残り試合をプレイオフ対策に費やし、1982年のパシフィックリーグプレイオフでは、後期優勝の日本ハムのエナツユタカを攻略し、3勝1敗でプレイオフを制し、19年ぶりのリーグ優勝を達成。日本シリーズでも中日ドラゴンズを4勝2敗で破り、チームとして24年ぶり、西部としては、 初の日本一を達成する。1983年序盤から首位を独走し始め、86勝40敗4分、2位、半球と17ゲームという大差をつけての2年連続リーグ、優勝。日本シリーズは巨人に4勝3敗で勝利し、2年連続日本、一を達成。1984年、田淵や山崎などに連覇を支えたベテラン選手が、衰え序盤から低迷し、 3位に終わった。このシーズン終了後、田淵と山崎が現役を引退した。1985年、中日ドラゴンズの田尾康氏をトレードで獲得。5年目の秋山康二がホームラン王を争い投手陣では2年目の渡辺、久信、4年目の工藤君康が主力投手となるなど、若い力が対等。2年ぶりのリーグ優勝を果たす。しかし、日本シリーズでは、 阪神タイガースの前に2勝4敗で敗れた。シーズン終了後、広岡監督が自身の健康問題などを理由に契約年数を1年残して辞任した。公認には1982年から1984年まで広岡監督の下バッテリーコーチを務めた森正彦が就任した。この年のドラフトで甲子園通算本塁打記録を持つ PL 学園の清原和弘を6球団強豪の末、交渉権を獲得している。森監督時代、編集この時期は、投打ともに戦力が揃い、特に、渡辺久信、各大元、工藤君康、石井武弘、渡辺富夫、香取吉高などを擁した、投手陣や、AK 法と呼ばれた、秋山、清原の打力が光り、 森の人気の1986年から1994年には、1989年を除くすべての年でリーグ優勝し、また1992年までリーグ優勝した年には必ず日本一にもなり、西部黄金時代を築いた。1986年ドラフト1位で入団した清原和弘らの活躍で近鉄とのデッドヒートを制し、2年連続のリーグ優勝を果たす。 日本シリーズでは、広島東洋カープと対戦するが、第1戦で、引き分け3連敗とした後、第5戦から、日本シリーズ史上初の第8戦までの4連勝で、逆転勝利し3年ぶりの日本一に輝く、8月5日に、球団事務所を現在の西部球場敷地内に移転した、球団の諸施設がすべて、埼玉県所沢市上山口に集まった。 1987年序盤は、清原の不審、辻や渡辺など故障者続出で苦戦するが、徐々に盛り返して8月に、首位、阪急を逆転、3年連続のリーグ優勝を果たした。日本シリーズでは、巨人と対戦、4勝2敗で勝利し2年連続日本、1、シーズンオフにこの年15勝を挙げた東尾が、マージャント爆容疑で、書類送検され、 翌年6月まで出場停止処分となった。1988年開幕から近親の東を、治の抜けた穴が懸念されたが、開幕すると、工藤、渡辺、各大元、松沼博久ら安定した、投手陣に、この年より一軍出場のバークレオが加わった打線で、開幕から貯金を重ねた。29試合目で20勝、6月15日には、貯金20としたものの、 皮肉にも東尾が復帰して9月13日に近鉄に勝利しそこで西武の優勝は決まったかのように見えたが西武はそこから10試合を4勝6敗として9月29日には近鉄に1.5ゲーム差に詰められ10月5日にはゲーム差なしで近鉄に並ばれるなど熾烈な優勝争いとなった西武も終盤10試合を8勝2敗で乗り切り10月16日に 西部が全日程を終了した時点では、近鉄が残り4試合を3勝以上で、近鉄の優勝、2勝以下は西部が優勝という状況だった。近鉄がそこから1勝1敗で、2連勝が優勝の絶対条件となった10月19日の川崎球場でのロッテ対、近鉄のダブルヘッダーの第2試合が4対4の引き分けに終わったことにより、2輪差で、 西部の4年連続リーグ優勝が決定した。日本シリーズでは4勝1敗で中日に勝利し、3年連続日本、1となった。1989年序盤から低迷し、7月途中まで3連勝すらない状況であった。シーズン中盤より、オレスティス・デストラーデが加入する。後半戦は巻き返し、9月には首位に立つが10月12日の近鉄とのダブルヘッダーで、 ラルフ・ブライアントに4打席連続ホームランを打たれるなどして連敗したのが大きく響き、近鉄に優勝を許しリーグ5連覇を逃した。結果は優勝した近鉄に、勝率2凛差、2位のオリックスに、勝率1凛差の3位に終わった。1990年3年連続最多セーブ数が1桁だった反省を生かし、リリーフ陣の強化を図った。巨人からカトリをしたか、ドラフトで、 塩崎哲也を獲得。この二人が、リリーフ陣を支え序盤から首位を独走。6月に8連敗した以外は、安定感ある戦いで、2位オリックスに12ゲーム差をつけて、リーグ優勝を奪回し、日本シリーズでは巨人を4連勝で破り2年ぶりの日本一を達成した。1991年開幕から8連勝を果たした。序盤は首位を独走するが、 中盤からは調子を上げてきた近鉄との一騎打ちとなった。しかし、9月に12連勝して、近鉄を突き放し2年連続のリーグ優勝を飾る。日本シリーズでは、山本孝二監督率いる広島と対戦し、先に2勝3敗で王手をかけられるも、第6.7戦で勝利し4勝3敗。逆転で、広島を破って2年連続日本一。1992年6月に、 近鉄を抜いて首位に出るとそのまま独走し、3年連続リーグ、優勝。日本シリーズでも、野村克也監督率いるヤクルトを4勝3敗で、破り3年連続日本一に輝いた。1993年デストラーレが、メジャー復帰のため退団、攻撃力低下が懸念されたものの、日本ハムとの争いを制して4年連続リーグ、優勝。 しかし日本シリーズではヤクルトに3勝を4敗で敗れた。シリーズ終了後、福岡大英ホークスと、秋山浩二、渡辺富夫、内山智之と、佐々木誠、橋本武弘、村田勝義による3対3の交換トレードが成立する。また、この年から、それまで禁止されていた、所属選手の CM 出演が解禁となり、その第一弾として、 1994年、オリックス、近鉄、ダイエーの優勝争いになるが西部が9月に抜け出すとそのままリーグ優勝、パシン記録のリーグ5連覇を果たした。しかし、日本シリーズでは巨人に2勝4敗で敗れ2年連続のシリーズ敗退。森監督はこの年限りで優待した。東尾監督時代、編集1995年、東尾治が監督に就任し、 デストラーデが復帰したが、イシュゲヤクドといった黄金期の主力メンバーが、次々と大英に移籍し戦力が低下、残った主力もベテランが増え成績が低迷。序盤は優勝争いに加わっていたが、一郎を要する首位、オリックスの独走を許す。またロッテにも抜かれ、オリックスと12.5ゲーム差、ロッテと0.5ゲーム差の3位に終わり連続優勝も、途絶えた。 辻が戦力外通告され、球団はコーチとして移留したが、現役続行を希望したため退団し、ヤクルトへ移籍した。1996年序盤から低迷し、B クラスをさまよっていたが、2年目の西口文也が、最多勝ちのキップグロスより1勝、少ない16勝を挙げ活躍。6月に渡辺久信がノーヒットノーランを記録したが、 チームの状態は上がらず黄金期を支えていた、各、石井武弘が未勝利に終わり田辺、佐々木の絶部長などあったが、終盤の若手が奮起し、猛攻で、最終的には62勝64敗4分、負け越しではあったが2年連続の3位。不動の4番として活躍した清原が、シーズン後にフリーエージェントで巨人に移籍した。1九9七年、松井和夫、大友進む。 高木大成、石井隆、志、豊田清といった若手の台頭もありに連覇中のオリックスを突き放し、マジック1で迎えた試合では、鈴木健のサヨナラホームランで3年ぶりにリーグ優勝を果たす。しかし、日本シリーズではヤクルトに1勝4敗で敗れ、日本一を逃した。1998年西武球場がドーム球場加工時の一部を施され、西武ドームに改称。 チームは7月に、首位日本ハムに10ゲーム差となり、その後、日本ハム、大英、近鉄との熾烈な首位争いを制止リーグ2連覇を達成する。日本シリーズでは、横浜ベイスターズと対戦し、下馬票は、西武有利と予想されたが、2勝4敗で敗れた。ドラフトでは、この年の高校野球春夏連覇を果たした、横浜高校の松坂大輔を一順目で指名し、 日本ハム、横浜との競合の末、抽選で松坂の交渉権を獲得している。1999年西武ドームのドーム、球場を加工事が完成。ルーキーの松坂は1年目にして最多勝ちとなる16勝を挙げ、新人王に選ばれる。松坂への関心もあって、観客動員数とテレビ中継が増加した。しかし、チームはこの年に優勝した大英に一歩及ばず。 第ト4ゲーム差の2位でシーズンを終えた。2000年前年に続き、ダイエ8に一歩及ばず、首位第二2 5ゲーム差の2位。しかしオリックスには6年ぶりに勝ち越した、同年秋のドラフトで、系列企業のプリンスホテル公式野球部からの3人を獲得。松坂世代の2人は、高卒で、社会人野球加入した選手は3年間ドラフト指名。 不可能の規則で2001年まで指名不可能だったが、プリンスホテル公式野球部の配布に伴い救済措置、特例でプロ入り、2001年松坂が3年連続の最多勝ちとなる15勝、西口が14勝、来日2年目の元名決が11勝を挙げ、活躍するも、優勝した近鉄と6ゲーム差、2位の大英とは三は3.5ゲーム差の3位と3年連続で、近差で優勝を逃した。 この年を最後に、東岡監督が優待し、シーズンオフ、伊藤つとむが、公認の監督として候補に上がったが、伊藤が、現役続行を希望したため、伊原春樹作戦、守備総類コーチが監督に昇格、伊藤は総合コーチ兼保守に昇格となった。第一次、伊原監督時代、編集2002年開幕直後から首位を独走し、2位の、 近鉄、大英26.5ゲーム差をつける大差でリーグ優勝を果たす。しかし日本シリーズは巨人に4連敗を喫した。個人記録では10月2日にアレックス・カブレラが日本プロ野球大記録の年間本類打55本を記録。同日、松井和夫が年間長打数の日本記録を更新した。この年の西部の開幕戦は西部主催試合だが、 西武ドームではなく札幌ドームで行った。これは NPB が全国各地の主要6都市で開幕戦を行うことを目的としたほか、札幌ドームの建設に当時の西武ライオンズ球団の親会社である国土が携わっていたからである。西武は札幌ドームを翌2003年から順本拠地として使用し、年間20試合程度開催することを計画していた。 ところが2002年のシーズン開幕前に当時東京ドームを本拠地にしていた日本ハムが2004年から北海道に移転することにより札幌ドームを本拠地として使用する計画を発表した。上記の企画をしていた西武は一旦はこれに難色を示したものの2002年6月にたチームの公式戦も開催できることを条件に日本ハムの札幌ドーム本拠地化に同意した。 しかし、結局2003年は、当初20試合程度の予定であった、西部の主催試合は6試合しか行われず、2004年以降は、西部の札幌ドームでの主催試合は行われていない。日本ハムは、札幌移転の2004年以降も公式戦の年間数試合を、準本拠地として、東京ドームで開催しているが、西部は、東京ドームでの日本ハム主催試合に関しては、 日本ハムの札幌ドーム移転前の2003年9月28日の試合の後、2015年4月7日8日に2連戦が行われるまで途絶えていた。2003年ダイエへと優勝を争ったが投手陣の不信が響き、最終的にダイエへと5.5ゲーム差の2位でシーズンを終えた。同年シーズン終了直前に伊藤つとむが現役引退を表明し、同時に監督就任を承諾。 伊原監督は退任し、オリックスの監督に就任した、伊藤監督時代、編集2004年、伊藤つとむが、総合コーチから監督に昇格、松井のメジャー遺跡、開幕から、主砲のカブレラが、長期離脱、投手陣でも先発、リリーフで、主力投手が年間投手で働けなかったものの投打に、渡り、全員野球ができた結果、レギュラーシーズンは、総合2位。 この年導入されたプレーオフの第一ステージにおいて日本ハムを2勝1敗で破り続く第2ステージでは第と対戦2勝2敗のタイで迎えた第5戦は9回に同点に追いつかれなおも2死に3塁のピンチでレギュラーシーズン三冠王の松中信彦を迎え撃つここでランナーが帰れば目前まで迫ったリーグ優勝を逃し逆に 大英のサヨナラ逆転リーグ優勝を許してしまう大ピンチであったが、松中を打ち取り、同点で切り抜け延長戦に入る。そして延長10回に勝ち越し、そのまま勝利し、最終成績3勝2敗で破り2年ぶり20回目の優勝を果たす。日本シリーズでは中日と対戦し先に大手をかけられるものの、4勝3敗で12年ぶりの日本一に輝いた。この年、 経営改善策の一環として、本拠地、西武ドームの施設名称と2軍のチーム名称について、命名権を売却することとなった。企業向け通信料金一括請求サービスを主たる、事業としているインボイスが取得に名乗りを上げ、12月29日に2軍の命名権を3年契約で取得することに合意した。2005年シーズンから2軍の球団名を、インボイス、球場名を、 インボイス西部ドームとすることを発表した。レギュラーシーズンは、総合3位、プレーオフでロッテに敗れた。シーズンオフ、当時の親会社国土の事業不振に加え、国土の系列会社で、現在の親会社である、西部鉄道の優化証券報告書虚偽記載問題に、橋を発した、西部鉄道株の急落、上場廃止により、財務体質の悪化が進行したため、 西武グループの経営再建を目指すべく、国土側が、球団売却を行う方針となった。売却を2004年の球団の新規参入を楽天と、争って破れたライブドアなど、複数の企業に打診したが、売却額が200億から250億と、予想されていた上、西武ドームの継続使用が条件であったため交渉は、まとまらず、結局2005年も、 西武ライオンズとして引き続き経営された。西武グループの再建計画の中で球団の赤字が解消されなければ2005年シーズンオフに再び球団売却を検討するとしていたが、当時西武グループ経営改革委員会委員長を務めていた諸井県が売却に反対して計画が立ち消えとなり、2006年以降も球団を保有することとなった。 2005年11月23日にファン感謝の集いが1980年以来25年ぶりの開催となった。この年のオフにはリリーフの中心として活躍したおサイの豊田清が FA 宣言して巨人に移籍。中継ぎの森真嗣がポスティングシステムでメジャーリーグのタンパベーデビルレイズに移籍した。2006年日本ハムとのシーズン1位争いの末最終戦までも釣れるが、 わずか1ゲーム差で2位に終わった。プレイオフでは、第一ステージで福岡ソフトバンクホークスに1勝2敗で敗退となった。オフに、エースの松坂大輔が、ボストンレッドソックスに移籍し、同年12月2日、西部は人気満了となったインボイスに代わり人材派遣、介護サービス大手のグッドウィルグループと5年間の命名権取得契約に合意し、 西武ドームをグッドウィルドーム二軍のチーム名称をグッドウィルに変更することを発表、同月4日の実行委員会で正式に承認され2007年1月1日から解消した。2007年2007年半感謝の集い、渡辺監督の就任挨拶風景、1月17日、大田秀和球団社長兼オーナー代行が埼玉県庁を訪問し、 上田埼玉県知事に2008年より球団名に地域名を入れる方針であることが報告された。この段階では、埼玉ライオンズもしくは、所沢ライオンズが最有力候補であったが、武蔵国の西部として地域名を表現する、球団会社名の西部ライオンズも候補になっていた。また、2008年以降、埼玉市の埼玉県営大宮公園野球場で一、軍の公式戦や、 クライマックスシリーズを開催する方針であることも伝えられた。チームは交流戦で10連敗を記録するなどして、その後も連敗するなど低迷。9月26日、対ロッテ戦に敗れた時点で1981年以来26年ぶりの b クラスが確定し、連続 A クラスの日本プロ野球記録が途切れ、首位日本ハムと十四ゲーム差、最下位オリックスと点五ゲーム差の五位に終わった。 シーズン最終戦の直前、伊藤は不審の責任を取り次いを表明し、シーズン終了と同時に監督を退任した。11月6日、2008年より埼玉西武ライオンズと球団名を変更することをプロ野球実行委員会に申請し、2007年11月14日のプロ野球オーナー会議で承認され、球団名が正式に変更された。これにより、保護地域である 埼玉県の球団であることを明確にし、地域密着を図った。この年には2軍チームと球場の命名権契約を結んでいたグッドウィルグループにおいて、子会社であるグッドウィルの違法派遣などの不祥事が発覚したことから、12月にグッドウィルグループからの申し入れと双方合意により、命名権取得契約を解除することが決定された。2008年1月8日、 正式に命名権契約の解除が発表され、1月9日より、本拠地名称が、西武ドーム、2軍のチーム名称が1軍同様、埼玉西武ライオンズとなることが発表された。渡辺監督時代、編集2008年日本シリーズ西武、VS 巨人スコアボード2008年日本シリーズ西武、VS 巨人表彰式2008年1月1日付で、 球段目を埼玉西武ライオンズに変更。渡辺久信が二軍監督から一軍監督に昇格し、黒江幸信をヘッドコーチに、大久保博士元を打撃コーチにするなど、コーチ陣を一新した。その結果、打撃力がアップし、渡辺はノーリミット打線と名付けた。8月11日には、西鉄クリパース創設以来通算4戦勝を達成。これは、 日本プロ野球では6球団目の記録であり、2リーグ分裂後の4戦勝は読売ジャイアンツに次いで2球団目である。4月に首位になって以来一度もその座を明け渡さず、9月26日、埼玉西武ライオンズとなって、初めての年で4年ぶり21回目のリーグ優勝を決めた。クライマックスシリーズでは、4勝2敗で2004年以来、4年ぶりの日本シリーズ出場を決めた。 巨人との日本シリーズでは、先に巨人に2勝3敗で王手をかけられたもののその後、連勝し、4勝3敗で4年ぶりの日本一を達成する。アジアシリーズでは、決勝戦の台湾の統一ライオンズ戦を、サヨナラ勝ちで、初優勝を達成した。綾野の国功労賞を受賞。2009年1月1日、公式ホームページにて、チームカラーが、 これまでのライトブルーからコンに変更され、ペットマーク、チームネームロゴ、ユニフォームも変更されることが発表された。1月28日、新ペットマーク及びチームネームロゴを用いた公式専用新ユニフォームが発表された。この年より、西部ドームの三塁側をホームとすることも発表されている。昨シーズンの守護神であったアレックス・グラマンの故障離脱などにより、 リリーフ投手に安定感がなく、リーグワーストの14試合のサヨナラ負けを喫する。それでも終盤には、ホアシ・カズユキが4試合連続関東勝利するなど、先発投手陣が踏ん張り、楽天やソフトバンクなどと激しく A クラス争いをするが、最終的な順位は4位に終わった。前年日本一から B クラスへの転落は、球団として50年ぶりとなった。 ドラフト会議で花巻東高校の菊池武志星との交渉権を阪神、ヤクルト、楽天、中日、日本ハムとの6球団による競合の末に獲得に成功した。2010年前半はリリーフ投手が安定し主力選手の故障が相次ぎながらも前半戦を主位で折り返した。だが終盤にリリーフ投手陣が崩壊して失速したため優勝した。 ソフトバンクにわずかに輪差の2位に終わった。クライマックスシリーズは、ファーストステージでロッテ2に連敗し、敗退した。ドラフトでは一位希望の早稲田大学の大石達也を、横浜、楽天、広島、オリックス、阪神との6球団による、競合の末に獲得した。2011年東日本大震災による、計画停電の影響を受け、4月中は、本拠地、 西武ドームでの試合を自粛することとなった。セパ交流戦の後半から失速し、8月終了時点で最大借金15を経験して、最下位に低迷する。しかし9月は19勝5敗2分の成績で、クライマックスシリーズ出場系をめぐる3位争いに加わった。10月18日の最終戦前まで4位であったが、 最終戦で勝利し68勝67敗9分で勝率5370となり前日まで3位だったオリックスが同日に敗戦して69勝68敗7分勝率5365となってシーズンを終了したため勝率を5位と上回りシーズン3位は確定しクライマックスシリーズ出場を決めたクライマックスシリーズでは ファーストステージで日本ハムにに連勝するが、ファイナルステージではソフトバンクに3連敗で敗退した。オフには FA 移籍でホワシ・カズユキがソフトバンクに巨名決がオリックスにそれぞれ移籍した。2012年5月1日には2007年に死去した稲尾和久の背番号24を永久決番とすることを発表、7月1日の 西武ドームでの対日本ハム戦にはメモリアルゲームとしてこの試合に出場した選手全員が稲尾の背番号である24を着用した。開幕戦は5年連続で和久井秀明が先発するものの敗戦投手となり和久井は開幕から3連敗で4月16日に登録を抹消されチームも最大借金級を抱えて最下位と低迷した。和久井が救援投手に回り、 6月以降は勝ち越すようになり8月までの3ヶ月で貯金を19年8月19日に首位に立った。日本ハムとの優勝争いとなったが10月2日の試合に敗れたことで優勝を逃し3ゲーム差の2位に終わった。クライマックスシリーズではファーストステージでソフトバンクに1勝2敗で敗れ3年連続のクライマックスシリーズ敗退となった。中村剛成が 本塁打を獲得、オフには中島博之が海外 FA 権を行使し、メジャーリーグのオークランドアスレチックスに入団した。2013年リーグ一番乗りで10勝に到達するなど開幕ダッシュに成功したものの、5月9日、ロッテに連敗したことで4月10日から守り続けた、首位を明け渡し、交流戦開始後の同月22日には東北楽天ゴールデンイーグルスに抜かれ3位に、 転落。6月8日には交流戦で優勝した福岡ソフトバンクホークスにも抜かれて4位に交代。結局交流戦は11勝13敗で、同率8位で、バロック球団では最下位に終わり、6月29日には最大級あった貯金が一旦なくなった。7月28日には再び2位浮上するが、8月15日にソフトバンクに3連敗した時点で4位に転落。 その後3位ソフトバンクに最大のゲーム差をつけられたが10月3日にソフトバンクとの直接対決で連勝したことにより再度3位に浮上10月5日に大落天戦で2対1で勝利したことで年間3位以上を確定し4年連続でクライマックスシリーズに進出が決定した10月8日共にシーズン最終戦の西武ドームでのニーロッテとの 直接対決を10対2で勝利し8連勝で2位、浮上、本拠地での CS ファーストステージ開催権を獲得したが、CS ファーストステージは1勝2敗でロッテに敗退し、ファーストステージ終了翌日の10月15日、渡辺監督が球団に監督を辞任することを申し入れ、了承されたことを発表。渡辺監督は球団シニアディレクターに就任することとなった。 10月22日、渡辺監督の公認には2002年から2年間、西部の監督を務めた、井原の就任が発表された。FA で、片岡治大が、巨人に、枠井秀明が、ロッテに移籍した。第2次、井原監督時代、編集2014年開幕から3連敗スタートで、打線の手こ入れとして5月より、エルネスト・メヒアを獲得したが、5月25日には両、 リーグ最速の30敗に到達するなどチームは最下位に低迷した。6月3日に成績不振と右膝痛悪化のため、伊原監督は自ら休養を申し入れ、球団はこれを了承し、翌6月4日のシーズン53試合目の対 DNA 戦後に、伊原監督の休養と監督代行に、打撃コーチの田辺徳雄の就任を発表した。また、 袴田秀俊チーフ兼バッテリーコーチを、ヘッド兼バッテリーコーチに、高木博之に軍野手総合兼打撃コーチを一軍、打撃コーチ、島厚信二軍外野守備総類コーチ兼、打撃コーチ補佐を二軍打撃コーチ兼、外野守備総類コーチとすることを発表した。6月27日、伊原監督からの申し入れによる正式に、監督辞任と7月1日付での、 球団本物系アドバイザーへの就任を発表した。田辺監督時代、編集2014年の監督代行事も含む、2014年9月22日の対ソフトバンク戦に、敗れ、7年ぶりにシーズン負け越しが決まり、9月27日には5年ぶりの B クラスが決まった。10月2日、来期より、田辺が正式に監督に就任することが発表された。途中下流のメヒアは、 中村と共に2リーグ制後初となる、同一チーム2人本塁打王となるものの、総合成績は5位に終わる。ドラフトでは、高橋光成を指名。また、投手陣の補強で、エスメリング、バスケス、ベイドルブラン、ミゲルメヒア、各春林を獲得した。2015年開幕より、中村、メヒア、森友成などを揃えた打線により、チームは1991年以来24年ぶりの、 開幕後連勝を飾った。交流戦では中村が期間中に8本の本塁打を放つなど10勝6敗2分の3位となり、交流戦以降はソフトバンク、日本ハムとの主位争いとなり、前半戦を3位でターンした。しかし、後半戦になると失速、後に球団ワースト記録となる13連敗を起死し最大11もあった貯金がなくなってしまった。連敗中は抑えを。 高橋ともうおのれから牧田和久に配置転換した。8月29日、大楽転戦に3から2で勝ち、球団通算4500勝を達成した。2リーグ制分立後に発足した球団では、最速で、巨人、阪神、中日、オリックスソフトバンクに次いで6チーム目、また、1950年の2リーグ制後に4500勝を記録したのは巨人に次いで2球団目。 終盤は、ロッテとの CS 進出争いとなり、西部が先に3位でシーズンを終えるがロッテが逆転し、最終順位は4位となり CS 進出を逃した上、球団としては34年ぶりの2年連続、B クラスとなった。秋山翔吾が、シーズン216安打の日本記録を樹立した。この年に、西口が現役を引退。 2016年開幕から中継ぎに再転校した、マキタの高長や、メヒアラ打撃陣の好調により一時は首位に立つが、岸隆行の故障離脱や、その他先発陣の不調、両リーグサイトの失策数を記録する守備の乱れが、響き、5月5日には最下位に転落してしまう。これらを受けて2軍投手コーチの森真次を1軍、投手コーチに昇格、先発要員として、 フェリペポーリーノとブライアンウルフを緊急獲得した。しかし9月11日のソフトバンク戦で2年ぶりの負け越し、9月21日のオリックス戦で3年連続の B クラスが決まった。シーズン最終戦で田辺監督の退任が正式発表され、後任には OB e の辻初彦が就任。金子雄氏が自身初の盗塁王を獲得した一方、4年ぶりに 失策数が3桁に到達、外国人先発投手が19戦連続未勝利を記録するなど、課題の多く残るシーズンとなった。また、2005年の球団創設から2015年まで、年間対戦成績で一度も負け越しがなかった、楽天相手に初めて負け越した。この年は、オリックス戦のみ勝ち越して、パリーグ全球団に負け越しは免れたが、CS 争いには、 加われず4位に終わった。オフに長年主力として活躍した岸士高幸が FA で楽天に移籍した。辻監督時代、編集2017年1月16日、本拠地である西武ドームの名称をネーミングライツによって3月1日からメットライフドームにすることを発表。4月中旬以降、5月上旬の一時期に4位となった他は8月末まで3位を保ち続けた。 この間、7月21日から8月5日にかけて、西鉄時代以来59年ぶりとなる13、連勝を達成した。8月31日に2位の楽天との直接対決を制して2位に浮上すると、その後はシーズン終了まで2位を維持した。西部の A クラス入りは2013年以来4年ぶり。とのさすぐるが3年目で、レギュラー定着し、シーズン中盤からは、 打撃不振の中村、メヒアに代わって、山川穂高が4番に座った。エースの菊池武士星が、リーグ最優秀防御率及び最多勝ちを達成。新人の源田壮介が56年ぶりとなる、新人でのフルイニング出場を達成し、新人王を受賞、秋山翔吾が打率。322で、首位打者となった。クライマックスシリーズでは、 ファーストステージにおいて3位の楽天と対戦し、第1戦では、AS 菊池が完封し10から0で対勝するが、第2戦、第3戦で敗れ、1勝2敗で敗退となった。オフに、野上龍馬が FA で巨人へ、牧田和久がポスティングシステムでサンディエゴパドレスへそれぞれ移籍した。一方で、楽天を対談した松井和夫が、 テクニカルコーチ圏外野手として15年ぶりに復帰した2018年所沢への球団移転以来40周年の記念にあたる年で様々な催しや事業が実施される。中でも最大の事業は2017年末から2021年春にかけて予定されている西武ドームや二軍施設とその周辺の大規模な改修、再整備である。4月17日には東京ドームで 初めて主催ゲームも行われた。4月21日、本拠地で開幕から8連勝となり、球団初の記録となった。また、貯金が10となり、開幕18試合以内での到達は、1954年、1955年に続く63年ぶりの球団3回目となった。4月22日に、ロッテに勝ち、本拠地、西武ドームで開幕から9連勝と、 球団記録を更新して、貯金を11とし、最終的に本拠地での連勝を12まで伸ばした。4月25日にソフトバンク戦で5試合連続9得点を上げて、パリーグ新記録を達成した。また、14年ぶりの4月に2度目のご連勝となった。強打で首位の座を一度も譲らず、9月半ばから勢いが加速、9月14日の楽天戦から12、 連勝で一気にマジックを減らし、9月30日、マジック1としていた、首位西部は日本ハムに敗れたが、マジック対象チームである2位のソフトバンクもロッテに負けたため、10年ぶり22度目のパリーグ優勝が決まった。1、2位が同日に敗れて優勝が決まったのは2010年パリーグのソフトバンクと西部以来となり、開幕から、 首位のまま優勝したのは2リーグ制では1953年の巨人、1962年の投影、1997年のヤクルトに続く4例目の記録だった。771得点、191ホームラン、2割7分3輪の打率と攻撃面はリーグトップを記録した一方で、防御率4.27と636失点、84? エラーはいずれもリーグワーストで、このうち防御率が最下位で優勝したのは2001年の大阪近鉄バファローズ以来となった。その後、クライマックスシリーズファイナルステージで2位のソフトバンクと対戦するが4.27の防御率とアキレス圏だった投手陣が5試合で合計44失点と壊滅。初戦で敗れ2戦目で勝利したが3戦目から5戦目まで3連敗を喫し。 アドバンテージ1勝を含めた2勝4敗で敗れた。辻監督は、試合後に行われたシーズン最終戦セレモニーで、まさか今日2018年シーズンが終了するとは、考えてもいませんでしたと3連敗で敗れ去ったことを、悔しがり涙を流し続けた。松井和夫、藤原良平、坂田良、福倉健太郎が現役を引退し、オフに、FA で浅村坂とが、楽天に、 住谷銀人狼が巨人に移籍、また、菊池武士星がポスティングシステムでシアトルマリナーズに移籍した。2019年、内海哲也を FA の人的保障で獲得したが、その内海を含めて開幕前に先発陣に故障者が相次いだ。開幕以来一度も首位を譲らず優勝した作機とは異なり、開幕戦最初からソフトバンク三連戦で三連敗を喫し、 リーグ再開からのスタートとなった。しかし、令和に入ってから5月1日に山川がパリーグの令和初ホームランを打ち、5月5日に今井が令和初の完封勝利を果たした。7月9日に首位とのゲーム差が最大8.5まで開いたが、8月に入って打線が奮起。9月11日、ソフトバンクとの首位攻防戦に勝って初めて首位に立ち、9月24日、 マジックを2としていた西武は、対ロッテ戦に勝利し、2位のソフトバンクが、東北楽天に2の4で敗れたため、2年連続23度目のリーグ優勝を果たした。浅村や菊池、住谷と主力の離脱で、チーム状況は決して万全とは言えなかったが、そんな全評判を覆し、12球団トップの756得点を上げる圧倒的な打力を武器に優勝を勝ち取った。 パリーグの2連覇は2014から2015年のソフトバンク以来、球団では1997から1998年以来となった。なお、この年の5月1日に元号が平成から令和に改元されたことで、プロ野球史上初めて元号をまたいだ連覇となった。山川穂高120打点、中村剛成123打点、森友成105打点で、 球団史上初の百打点取りを形成し、パリーグでは2003年の大英以来の快挙となった。さらに山川が本類打王、中村が打点王、森が首位打者、金子が盗塁王、秋山が最多安打と6部門中5部門で、西部がそれぞれトップを占め、打撃タイトルを総なめにした。しかし、優う望んだソフトバンクとの CS ファイナルステージだったが、三連敗を喫し、 第4戦では今宮に3本の本塁打を許すなど、一勝もできぬまま4連敗。シーズン756得点の強力打線は、わずか13得点と振るわず、ソフトバンクバッテリーにことごとく、その長所を消された。一方、防御率がリーグワーストの4.35と泣きどころである、投手陣は、この短期決戦でも4032失点、防御率7.25と試合を作れず、 短期決戦合社のソフトバンクから主導権を奪えなかった。昨年と同じソフトバンク相手に計1勝8敗と全く振るわない短期決戦での脆さが際立ち、本拠地4連敗という屈辱的逆スウィープで2年連続の下克上を許し、日本シリーズ進出を逃した。来期から3軍制を導入することを発表した。オフに中日から 自由契約の松坂大輔が14年ぶりに古巣へ復帰し、秋山翔吾が海外 FA で新シシナティレッツに移籍した。2020年今季は開幕から主砲の山川が打撃不振に陥り、新戦力のコーリー・スパン・ジェンバーグも開幕直後は低調だった。また、シーズン中盤には中村が死球を受け故障離脱、昨年首位打者の森が、 シーズン全体を通して、打率2割五分前後にとどまるなど、昨年までの強力打線は影を潜めた。さらに、課題の先発投手陣も昨年チーム最多勝ちの、ニールを筆頭に乗っきな未防御率四点台から五点台と、不調で夏場には借金生活に入り、8月には恋まで交代する。しかし、シーズン後半になると救援投手陣で7回、森脇良介、8回平らかいわ、 9回、マスダタッチ氏の必勝リレーが確立して、シーズン終盤の接戦を落とさなかったことで10月下旬には、借金を完済し、A クラスでシーズンを終えたがロッテとの直接対決の末、敗れて3位となり、CS を逃した。楽天とロッテには勝ち越したが、今季のチーム防御率が最下位であり、ソフトバンク、1の日本ハムとオリックスにも負けコスすと3連覇を逃す原因となった。 詳細は、埼玉西部ライオンズの選手一覧を、参照1950年以降の順位の変遷。赤い丸は、日本シリーズ優勝を示す、埼玉西部ライオンズ、及びその前進球団の年度別成績一覧も、参照1982年度は、日本ハムとのプレーオフを制して優勝。2004年度は、レギュラーシーズンに言いながら、プレーオフで3位。 日本ハムを2勝1敗、1位、福岡大英を3勝2敗でそれぞれ破り優勝。稲尾和久の背番号24、1965年からは小倉球場、1973年からは藤崎大県営野球場を準本拠地として試合を開催し、いずれも1978年まで使用された。なお、西武は本拠地での試合開催率が高く、 特に1993年までの15年間では、西部球場で全ての主催試合を行ったのが1982年から1986年と1989年から1993年の計10年間あり、それ以外の5年間も地方球場開催は平和台のみだったが、1994年以降は徐々に地方開催を行うようになった。 特に2000年から2008年までの間は、長野オリンピックスタジアムでの開催が毎年続けられたほか、1996年からは、群馬県立四季島公園野球場でも2、3年に1回開催しており、渡辺久信監督在任時期は、同監督の出身地ということもあって、ほぼ毎年開催されていた。また、2008年からは、埼玉県大宮公園野球場でも毎年、 主催試合を行っている。なお、球団名に埼玉がついてからは、埼玉県外での公式戦主催試合は、減少傾向である。球団事務所ふとじは、リーグ優勝は、日本一福岡時代埼玉時代、西鉄時代、編集西鉄ライオンズ時代のマークとロゴを、使用していた、西鉄高速バス。 ライオンズエクスプレス西鉄ライオンズ誕生当時の復刻ユニフォームを着た牧田和久太平洋時代編集太平洋時代の復刻ユニフォームを着る中島広行クラウン時代編集西部時代編集地平をかける獅子を見たと同時期に発表された応援歌レッツゴーライオンズもあるが現在演奏される機会は少なくなっている球団創設70周年にあたる2020年には 広瀬セ・美がカバーした、ホエロ・ライオンズが6月9日にリリースされた。リニューアルにあたり、歌詞がセーブ・ライオンズから埼玉・セーブ・ライオンズに改められている。なお、ホームラン編集部制作の12球団、全選手カラー100館では、各球団を紹介する際に、球団家を掲載するのが基本であるが、セーブに関しては応援歌である、ホエロ・ライオンズの方を掲載している。 また、文化放送が、文化放送ライオンズナイター用の、挿入歌としてバンバ、広ロフミ、カジワゲルが歌う、V のシナリオホエロライオンズという楽曲が1985年頃に発表されているが、元王演歌のホエロライオンズとは、同名異曲である。広岡監督時代森監督時代、東尾監督時代第一次、井原監督時代伊藤監督時代、渡辺監督時代、 第二次、伊原監督時代、田辺監督時代、辻監督時代、ライオンズのマスコットキャラクターは、埼玉移転後に制定された以下の2体である。どちらもデザインは、手塚治虫が手掛けた。詳しくは、当該項目を参照されたい。なお、太平洋、クラウン時代は黄色い顔のライオンをペットマークに使用。また、西鉄時代もライオンをデザインしたペットマークを使用。当時のジャンパーの胸部に、 ワッペンが貼り付けられていた。ドーム構えの西部球場は、雨天中止が多く、後半の試合日程が厳しくなるケースもあった。そのため、本拠地を所沢から都心である東京の台場に移転して、ドーム球場を建設しようという案が浮上した。しかし、当時すでに、東京都を保護地域とする球団が3球団もあり、すべての球団の承諾を得る必要性。 移転に対する地元所沢近辺のファンの猛反発、多額の建設費用の捻出、グループ企業の西武鉄道からの利用客減少への懸念の意見が出たため困難となり、結局は西武球場に屋根をかけどを無化させた。西武による買収以降、当時の津義明オーナーが西鉄と我々は別の球団と宣言したことに現れるように2007年までは、 福岡時代の歴史を極力消す傾向にあった。球団の公式記録はすべて埼玉移転後の記録のみが扱われて発表され、1950年の球団創立以来の通算記録は全く解雇されなかった。また、福岡時代に在籍したが、埼玉移転の前に退団して西部ライオンズへの在籍経験がない選手などは、球団の OB e として認められず、検証や支給式などは、 基本的に行われなかった。このような扱いに対して、福岡時代のファンの反発も強かった。しかし、2005年に、堤が、西武鉄道株をめぐる証券取引法違反で、失脚し、2007年に、後藤隆が、オーナーが就任すると、球団の歴史に対する扱いが変わることとなる。2008年は西武球団創設30周年と、 西日本鉄道創業100周年が重なることから、6月から8月の試合で西鉄時代のユニフォームを着用し、連動して西鉄太平洋クラウンまでの福岡時代の歴史を解雇するライオンズクラシック企画が豊田康光監修の下で展開された。西鉄時代のユニフォームは基本的に実施期間内の西武ドームでの主催試合で着用したが、 西鉄時代の本拠地だった福岡でも2試合着用した。これは2009年以降も福岡野球時代や西武時代初期なども対象に加えて年度により行われることがある。これを契機に公式ウェブサイトの年表において西鉄クリッパース結成を起点とする福岡時代の記述が追加され、同年から掲載されるようになった企業概要情報のうち創立年月日については 1978年10月25日と記述されたが、2009年1月の更新で、1950年1月28日、西鉄野球株式会社として、当期、1978年10月25日、福岡野球株式会社より株式会社、西武ライオンズに、称号変更と記述されるようになった。さらに、2012年には、西鉄時代の選手である、 稲尾和久の24番が同人の生誕75周年を期して西部球団初の永久欠番に指定された。またチームカラーも西鉄時代の黒と西部時代前期の青を融合させた紺色がレジェンドブルーの名称で採用された。差し色として使われている赤も特に明確な採用意図が説明されていないが福岡野球時代のチームカラーだった。一方の西鉄側でも 売却以降、ライオンズの歴史はタブー視していたが、西鉄100周年を機にサイド表舞台へと現れることとなった。2011年には、両社の系列である、西鉄高速バスと西部観光バスの共同運行で、西鉄、西部それぞれのライオンズのロゴマークをデザインした車両により、ライオンズエクスプレスが運行を開始し、西鉄公式ホームページでも、西鉄、ウェブミュージアムで、 過去の電車やバスの画像と共に西鉄ライオンズを紹介している。チャンステーマも参照ビクトリーフラッグと呼ばれる小旗が応援に使われる。使われるのはスターティングメンバー発表時、得点時、5回表攻撃前など。得点時には球団下の地平をかける獅子を見たの B メロサビが演奏され、ファンがそれに合わせてビクトリーフラッグを振る。演奏終了後他球団と同様に万歳。 参照するが、その後、ワッショイさん、1 2サンダーと続く。5回の攻撃前に、9段下の地平をかける死を見たが1コーラス演奏され、ファンがそれに合わせて、ビクトリーフラッグを振る。交流戦では、白いボールのファンタジーが代わりに演奏される。応援のリードにバスドラムが用いられる。トランペットの使用が禁止されている。宮城球場では攻撃開始前及び出塁時の、 ファンファーレの代わりに、埼玉、西部、レッツゴーレッツゴーライオンズの掛け声が使われる。主催試合では、オルガンの演奏が流れる。チャンステーマ1や、チャンステーマ3は、前奏があるため、そのオルガンに先行されて開始することがある。勝利時には、福岡時代からの名残で、単行説が演奏される。2013年までは、カット合成の後に、ゴーゴーレッツゴーと続けていた。 ただし中村豪也の打席の時は中村が本塁打を打った後はおかわりおかわりもう一杯になる2004年までは関東での試合関西での試合九州での試合でそれぞれ応援歌が異なっている選手がいたその後2005年から2006年にかけて発表された新曲に全員統一されたとの発表があったがその後も福岡及び関西では異なる応援歌を打者一巡目や 統一応援歌との交互応援など、地方では独自の応援がなされている。福岡及び関西での応援歌は、基本的に黄金期の選手の応援歌を一部歌詞変更の上で、流用、または、1990年代から2000年代にかけて、作曲された地方専用応援歌を使用している。1990年と2005年に、ほとんどの選手の応援歌の変更がなされている。しかし、 チャンスの打席になると、その選手の変更前の応援歌や以前同じ、背番号をつけていた選手の応援歌などが演奏されることもある。西武ドームで、細川徹がチャンスで打席に立った時、伊藤務元監督の選手時代の応援歌が演奏されたこともあった。チャンステーマとしては、背番号7の選手及び中島博之の打席で、石毛博則の応援歌、外国人選手の打席で、 アレックス・カブレラの応援歌や、ホセ・フェルナンデスの応援歌が使用されている。2005年に選手の応援歌の一斉変更がなされる前は、新しい応援歌が、ほとんどと言っていいほどを作られず、過去の選手の流用ばかりであった。当主の応援歌だったものを、野手用に使う例も見られた。実際に2005年の応援歌変更の対象とならなかったアレックス・カブレラの応援歌は、マイク・パグリア・ルーロ以降、 ダリン・ジャクソン、ドミンゴ・マルティネスなど、歴代の外国人選手に使用されていた曲、和田和弘の応援歌は、中田秀治の曲の流用である。7回の攻撃前には応援歌の、ホエロ・ライオンズが演奏される。従前の応援歌であった、若き志士たちも相手投手交代の際などに使用される、ライオンズクラシック2010の期間中は、太平洋、クラブ・ライオンズ時代の応援歌であった。 僕らの憧れライオンズが演奏される。ライオンズクラシック2011の期間中は、西鉄ライオンズ時代の応援歌であった、西鉄ライオンズの歌が演奏される。アウトテーマ2013年までは使用されていたが、2014年からは廃止となった。7回攻撃前と勝利時に、Z 風船を飛ばす。かつては、ラッキー7では青色、勝利時は白色と色を変えていたが、現在は、 青で統一されている。また、ライオンズクラシック2010の期間中は、ユニフォームの赤色に合わせて赤色の風船を飛ばす。ハム用の代打テーマは一応存在するが、専用の応援歌がない野手は、新人選手など数人しかいない上近年は専用の応援歌のない選手が一軍の試合で活躍すると、シーズン中でもすぐに専用応援歌が作成される傾向にあるため、 めったに演奏されない。2005年の変更の際には、代打テーマも新規作成されたが、翌2006年入団の住谷任人参道以外に、使われることがなく、2006年交流戦頃にそのまま、住谷の応援歌となった。それ以降2009年までは、暫定的に、一斉変更前の代打テーマを使用していたが、2010年から、新しい代打テーマが作成された。しかし、 選手名が5文字以上の選手など、選手によっては、新しい代打テーマを歌いづらい選手もいるため、それらの選手に対しては、一斉変更前の代打テーマが使用されている。詳細は、黒い霧事件を、参照1969年から1971年に、かけて起きた、八尾町事件で、主力だった池永正明などが関与して、池永は、永久追放処分を受けた。 詳細については上記を参照とのこと。2007年3月9日、大田秀和球団社長兼オーナー代行が会見を行い、倫理行動宣言で行わないことを決めていたアマチュアに選手に対するスカウト行動で、現金1300万円近くを二人に対して渡していたことが分かった。さらに、2004年春頃から2005年秋頃にかけて、 スカウトが二人の選手に対し一定額の現金を提供していたことも分かった。社内調査委員会によるその後の調査で別の5人のアマチュア選手に契約金の前渡し名目で計6000万円余り、さらにはアマチュアチームの監督のべ170人にも選手入団の謝礼として現金が渡されていたこと、しかも現金供与はオーナー企業が 西部グループとなった1978年からすでに行われていたことが判明した。この裏金行為は大田が2006年8月に前、社長から伝え聞いたものの、内部調査を経たため正式発表は2007年3月となった。2007年3月24日、チームのシーズン開幕戦にあたり、大田は試合前のセレモニーに、先だって謝罪し、ファンに親しまれる。 チーム作りを目指しますとコメントした。日本プロフェッショナル野球組織は5月29日、球団に対し、制裁金3000万円、または、同学分の用品を、機構の指定する育成団体に寄付させること、及び秋の高校生ドラフトでの指名は30目からと、することを処分として決定した。また事件発覚当時に、楽天で、スカウト部長を務めていた。 事件当時のスカウト部長が楽天から減給、解任、編成ぶつけとなる処分を受けた。スカウトによる不正の教訓からファンに親しまれるチーム作りを目指す姿勢と責任ある行動を誓って8月26日に西武ライオンズ検証を制定した。本拠地であるメットライフドーム以外に埼玉県及び西武鉄道沿線にオフィシャルグッズショップ。 ライオンズストアを展開している。グッズ販売のほかファンクラブ入会やチケット購入、各種優待チケット引き換えが可能。ただし、フラックスは西武ームに隣接して所在するため、チケット販売、引き換えは行っていない。このうち、共に移転前の本川越と所沢は西武観光の跡地であるが、西武観光でもライオンズ船のチケットを扱っていた。 球段公式ファングラブがあり、ハイグレードレギュラー A レギュラー B ジュニアの4コースがある。西武ドームの飲食売店やグッズショップで L ポイントを貯めることができる。グッズショップや西武鉄道の主要駅で入会申し込みができる。親会社である西武鉄道沿線にアニメ制作会社が多数存在することから、西武鉄道と同様にアニメとのコラボレーションイベントが増えている。 コラボレーションの内容としては、コラボしたアニメの主要キャラクターを担当した声優が、来場し、始球式及びに、場内アナウンスを行ったり、ライオンズとコラボしたグッズを販売するなど多岐にわたる。コラボしたアニメ作品の多くは、埼玉県を舞台にした作品だが、近年は、ダイヤの A や、ドラゴンボールスーパーのように、埼玉県が舞台ではないアニメ作品とのコラボも、実施している。 2018年4月からは、本拠地、所沢に所沢桜タウンを計画している。出版大手角川とコラボしたフリーマガジンを発行している。なお、西武ライオンズを題材としたアニメとして、西武遺跡当初の田淵光一をモデルとした、頑張れ、田淵くんが存在する。作中では、選手や監督のみならず当時のオーナーであった、筒美義明をいじる描写も、 多数見られたが、筒見本人や球団、グループ会社からの言及や抗議は一切なかった。こちらも2009年に開催された、ライオンズクラシックで上映が行われている。ふとじは、埼玉県を舞台とした作品。括弧内は、その作品を制作したアニメ制作会社。試合中継応援番組福岡時代の番組。編集テレビラジオ詳細は、埼玉西部ライオンズ。 レディスを参照セーブライオンズに関するカテゴリー、ありがとうございます。